自称自東武道書院づりは日本の室町時代から近世諸島にかけて成立した住宅の様式である。神殿を中心とした神殿造りに対して書院を建物の中心にした武家住宅の形式のことで書院とは書斎を兼ねた今の中国風の故障である。その後の和風住宅は書院造りの強い影響を受けている。かつては武家造りとも呼ばれたように、 中世以降、武士の住居が発展する中で生まれた。各部名称書院作りとは、平安時代の貴族の住宅様式、神殿作りをもとに、中世末期以降に始まり近世諸島に、大いに発展完成した、書院を主室に持つ武家の住宅様式である。時代とともに、日常的な住まいから、接客空間としての広間へ、さらに儀式の場としての対面書院という変遷が、 うかがえる。武士の社会的地位の変化に伴う公的空間への移行と言い換えることもできよう。平和な平安を長期と異なり、戦乱の多い武士の時代には座敷が交渉や情報交換などの接客の場として重要性が増したため生まれたと考えられている。当然、儀式を要しない階層の武士の間では接客空間としての書院作りは健在で、後に 宣伝の度合いを増し付き屋の座敷を生むことになる。神殿作りでは十分でなかった間仕切りが、書院作りでは大いに発達し、引き違いの建具によって分けられた畳を敷き詰めた室が連なり、その室の床には高低差がつけられ、一段高い主室を上段、時には上上段と呼び、低い室を下段と呼び席による階級差を明瞭に示すようになる。主室には、書院、 お敷いた棚、何度構えが設けられ、それらの壁には、単細や、農祭の商品画が描かれ、上段に座す、後意者を称言した。主室に必ずある、書院とは、本来書斎の意で、畳を敷いた二畳程度の小スペースに、書券のための作り付けの机を置きその正面には、南に向けて、明かり取りの窓、書院窓を開け、傍らには、書物や硯を置く棚も設けられた。 後にこの書院は、物飾りのスペースであった押し板と一体化して、座敷の床の間となり、書院窓も、初見という目的から離れて、床の間の明かり取りとなり、不書院と呼ばれるようになる。連なる角質を仕切るのは、引き違いの建具、襖でありここにも、しばしば昌平画が描かれた。神殿作りでは円柱であった柱がここでは、面取り角柱となりその面取りも、 時代とともに小さくなる。外回りではマイラドを多様しそれに平地して、明かり障子が設けられた。連なった室の南側には畳を敷いた廊下である、入り側が設けられさらにその外側には濡れ縁である、落ち縁が設けられた。桃山時代頃には、雨戸も発明され、繁古街であった入り側も、室内空間に取り込まれるようになる。 神殿作りの注文楼は簡略化されて、注文となり、時に南庭に突き出た、テラス、あるいは車寄せ、玄関へと変化を遂げる。以上に述べた書院作りの説明に、座敷、床の間、府書院、棚、角柱、ふすま、障子、雨戸、縁側、玄関という現代は風住宅を特徴づけるすべての要素が認められる。今日の縁石では、 しばしば床の間の位置によって、上座、下座などと座席位置が決められることがあるが、これも床の間との位置関係が身分序列の確認を促した書院作りの伝統が生きていると言えよう。一片商人デ伝などの中世の絵画によって知れるところでは、客を迎え入れることが多かった武家住宅において、接客のための建物が発達し、座敷が生まれたと考えられる。 この時期の座敷は、まだ畳が敷き詰められておらず、付け書院や後に床の間に変化する押し板などの要素も、形式にまとまりがないが、書院作りを構成する要素は、鎌倉時代に出揃っていたことがわかる。特に、13世紀中頃の都市鎌倉では、1236年に、執権、北条康時は、将軍のおなりのために、神殿を建てたが、 その孫である、北条時寄の代になると、武家住宅の本来の客間であったデーが発展し、神殿に代わって、おなりに使用されるデーが誕生しており、その主室が、主演などが行われる、座敷と呼ばれていることから、これが和室の原型であったと考えられる。室町時代に北山文化が発生し、客間としてもいられた、会所などに座敷飾りが作られるようになり、 そうした会所が東山文化で、茶道、歌道、芸能など日常生活の芸術と共に発展した。この座敷飾りの場所は、押し板と呼ばれる長板を敷いたスペースで壁に画を掛け、前机に三具足を置いて礼拝していたものを建築空間として作り付けるようになったもので、これと身分の高い人の座る場所を一段高くして、畳を引いた床を一体化したものが一般に、 床の間と呼ばれているものであり、金星局初期に生まれたのではないかとされている。だが、そもそも会所とは、様々な人々が集まる場所であり、本来的に住居である書院と混同するべきではない。プライベートスペースとしての書院の原型を、足利義政が自称時の東部道に作った同人祭に見ることができる。これは四畳半の小さな一軒すなわち、法上の書斎であるが、 不院と棚を備え、畳を敷き詰めたものである。ただ指導人祭は、書院としての要素は、持っていても、まだ書院作りとは言えない。室町時代後期になって、押し板や棚、書院を備える座敷が一般的になり、それらがヒエラルキーを持つ連続空間となって、書院作りの形式が整えられていった。亭主の座である冗談は、 原則として連続した室の東端もしくは西端に置かれ、その前方に座敷が東西に2室連なり、さらにその外側に苦行の間と呼ばれる小スペースが設けられ、ここに付設する車寄せを正式の入り口とした。苦行の間の南には注文が設けられ、ここには東派府も設けられたからおそらくは苦行以外の人々の出入り口となった。 そしてこれら連続した室の南側には入り側を介して庭が広がっていた。上段の書院は南側に窓を向け書見の明かり取りとするとともに上段を照らす明かり取りのようもになった。上段正面背部には押し板と違い棚が設けられ座敷飾りの場所となった。樹落台のような大規模な屋敷では同様な室の並びがさらに一列北側に設けられた。 呪楽大広間では、これら二つの書院作りの室群に挟まれた空間を何度と称しているが、これが頂大とも呼ばれた住宅における寝室であり、それゆえここと座敷を仕切る建具を頂大構えと呼ぶ。織田信長の安土城、豊臣秀吉の大阪城や呪楽台の御殿の壁や、襖正寺には仮の葉の絵師により、金碧農祭の障壁画が描かれ、権力者の威勢を示すものであった。 これらはいずれも現存しないが、徳川三大将軍、徳川家光によって建てられた二条城の二の丸五天王広間は、同様の障壁画を持つ書院作りの現存例である。これは、将軍が対面を行う場所であり、将軍、初代名の席地が厳格に定められている。将軍の座る神沢を敷いた棚、書院。 頂戴が前によって証言されており、また下手から見ると床面が徐々に高くなり、上沢織上角天井という格式の高い造りになっている。書院作りでは、天守の席は西あるいは東を背に東あるいは西を向いて客を迎えるのだが、対面書になると天守は南面して客を迎えるようになる。おそらく天守南面の思想を具現化したものであろう。 もうこの段階では住居ではなく、儀式空間へと特化した座敷となっている。本来寝室への入り口でしかなかった、頂戴構えもここに至って、亭主の座を飾る位置装置となる。書院作りの広間も一つでなく、大広間、国書院、白書院と、眼光型に連なり、身分的なヒエラルキーだけでなく、航空間から渡し、空間へのヒエラルキーも、明瞭に示している。 車寄せへと変化を遂げた注文も対面書と切り離されて遠くに設けられ、その間には訪問者の控えの間である遠侍や屋奥と訪問者の連絡を図るための場所、式台が設けられた。儀式の場としての装置ばかりが整えられて、そこに住宅としてのくつろいだ雰囲気は見当たらない。江戸時代には書院作りに室町中期に発生した、 茶室建築の要素を取り入れたスキヤ風書院作りが作り出された。そこには格式にこだわらず、丸太を使いだけを多様室地壁を見せ、時に洒落たディテールも見せる、自由で豊かな表現が見られる。こうしたスキヤ風書院は、明治以降さらに洗練の度合いを増し、昭和初期に至って、ついに単なる茶座敷を超えたスキヤ建築を完成させる。庶民の住宅においても、 名主相当の有力者の場合、代官を自宅に迎えるため、接客用の土地や部屋に書院作りの要素である投げしや、床の間、書院などの座敷飾りが取り入れられた。明治以降には、庶民住宅にも取り入れられたが、なお床の間のある座敷は一種特別な部屋であり、家主の家族であっても普段は立ち入れない場所であることがあった。現代に至り、純和風住宅は少なくなっているが、 それでも少なくとも一室は和室としそこうにはつたないながらも床の間を設けるし、縁側、あるいはそれに代わっての濡れ縁が設けられる。室内を限る建具にも、なお障子や襖が使われ、様変わりした現在の日本人の住生活の中に抜きがたい痕跡を残している。ありがとうございます。